はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました半前陽先生です。それからね、現在ね2018年までですね稼いでないんですよね。で今回ねこのインジケーター 100% の、ね、設定で予想としては 40% 落ちる 60% ぐらいの成績だと思うんですけども、それでいいんですけどね、あの勝てればねいつもね。で、このインジケーターが私あの稼げないというふうな結果が今週出ましたら私はもう年金もらうしかなくなっちゃいます。で、もう還暦になってるんで60も達成してるんで年金がもらえるんだけど、前年金でねめちゃめちゃ少なくて僕月3万円しかないんですよ、前にもらっちゃうとね。で、そんなことでこのねインジケーターでもし稼げなかったら大変なことになると。で、そういう危機の状態で仕事しております。たった年金3万円で、生活はできますけれども、家賃収入があるんでできますけれども、年金3万じゃね、とてもやっていけないということでね、危機があります。そんなことでね、勝率 100% の分析で、ちょっとデモで実験的にやってます。で、1週間に3回、8回、9回しかないんです。シグナルが出てないんです。全部で20個ぐらいですね。20個しかないんですね。1週間で。ですので、20回投資して、ね、100% の設定でどの程度稼げるか、60% の勝率であれば少しでも勝てれば大成功です。もし成功しなかったら僕は年金もらうようなことになります。たった3万円の年金ね。そんな厳しいね仕事しておりますけども、まあ年金もらってからでも仕事でね多く1億円稼ぐということはできますから、心配しないでください。ただこのね生活費がなくなってきました。毎年金もらわないと3万円ともらわないと生活できなくなっちゃうんですね。それでね今年売り上げあったんだけどうっかり使っちゃう、いろいろね家が壊れたりとかしてね大変だったんでお金なくなっちゃったんですよ。で税金払うのも来年なくなっちゃったんですよね。それで貯金全部出さないと税金が払えないと、今年の所得ね所得あるんですけど、それで税金が払えなくなっちゃったんで年金もらわないといけないんですよね。そんな危機で半前陽先生たった3万円の年金でね生きないといけないかね、このインジケーターが成功すれば食ってきますので、この大変な時ですね、100% の勝率で分析をしようということですね。たった20回しかないんですよね。約8000分を割った時間になるんですけどね。だいたいその半分ぐらい10回ということもありますので、ね、だいたい10回。10回しかシグナル出ないことがあります。ね。そういうことで。もし勝てるんだったら1万円ずつ通して10回で、ね、2万でも利益あればね、月8万入るんで、楽勝です。生活は楽勝です。で、どんどん増やしていけばいいんですからね、投資金をね。最低でそれだけ、ね、入れば、もう、満足というわけです。まあ大変困った、大変な危機で、このインジケーターが成功することを祈っております。今週わかります、結果がね。
成功すれば億万長者です。もう大変な状況ですね。生活費がそこをついてきました。私ね、自分のテニスコート場も持ってるしね、家庭菜園のまたはね、家を建てる土地をまた別に持っててね、あとこちらはね1リットル1万5000円のミネラルウォーター持ってるんですよ。水田、油田を持ってるんですね、50億円のね。まあそんなことで、維持費は駐車場の経営で固定資産税払いますから、こちらのね家も固定資産。ただ3万円の年金はね、僕の通信代とね、電気、ここの電気代と食料なんですよ。月1万円の食料になっちゃうんですね、年金だと。たった月1万円の食料で生きていくってことはもう大変ですからね。ただ仕事がありますからいいけど、稼げない間はもう月たて1万円の食事代です。まあ家庭菜園は持ってるから高屋市に行けばいいんですけども、ちょっと仕事が入ってるんで出かけられないということですね。畑持ってるからいいんだけど、ね、畑ね。で、場合によってはテニスコート場を畑にもできますからね。食い物は1万円、月1万円あれば生活できますけどね。ただ、投資の仕事しないと大きく稼げないんで、たった3万円生活ではちょっと困ると。固定資産税は駐車場の利益で全部払えますから、ね、税金、固定資産税だけはね、財産のね。駐車場は新潟のね、弥彦村の